こんにちは。千葉市の導きアロマサロン&スクールプルメリアの笠野真理です。今日は8月8日のライオンズゲート。ライオンズゲートといっても獅子座の扉が開いているというわけではないんですね。獅子座のちょうど15度と呼ばれている一番高いところに太陽が上がると言われているんです。で、実は太陽だけではなくて、この日はシリウスと呼ばれる大きな恒星からの光がたくさん降り注ぐ日と言われています。実はシリウスは太陽よりももっともっと大きな恒星なんですね。シリウスは昔からよく知られている星座で、例えば古代エジプトではナイル川の氾濫など、そういったシリウスの星を見て、いつぐらいに洪水が起こりそうかなっていうことを目安にしていました。また古代の女神イシスと呼ばれるエジプトの女神も実はシリウスからやってきたと言われているんです。本日はこのライオンズゲートの日にちょっと新しいコースを出したいなと思って急遽紹介することにしました。普段はこう予告をしたりしながらこう準備進めているんですけども、ちょっと急遽思い立ってしまったんですね。というのも本来はちょっと別なメニューを出そうと思っていたんですけども、ちょっとそちら私が資格講座を取っているもので、その資格講座の修了証をもらえないとメニューに出すことができないということなので、残念ながらちょっとそちら準備していた方は空き口になってしまいそうなんですね。というわけで今回は木をてらわずに、この暑さをクールダウンするカジュアルなメニューを紹介させていただきたいと思います。題して初秋のクールダウンレインドロップです。では内容はこちらになります。どうぞご覧ください。はい、それでは初秋のクールダウンレインドロップ210分コースについて紹介したいと思います。秋の初めって書いているんですけども、でもこれは晩夏でもいいかもしれないですね。遅い夏、はい、というのもやっぱりまだまだ紫外線強いですよね。そして日差しも強いし、すごく汗もかくと思います。なのでまず一つ目はほてった体をクールダウンしていきます。それからやはりアロマの中でもやはりこう落ち着ける作用のあるような、でお肌を落ち着ける作用のあるようなオイルもいくつかありますので、そういったオイルなどを中心に日焼けをしたお肌をクールダウンしていきます。あとはやっぱり夏といったら足がだるい方多いんじゃないでしょうか。なのでむくみやすい足をクールダウンしていきます。それから頭が熱っぽいと熟睡できませんよね。なので頭皮のスカルプケアでクールダウンを図りましょう。そして次はやはりお顔もなんだかんだ言って日焼けしちゃったりしますよね。なのでお顔の保湿保水とクールダウンをしていきます。そして今回はお肌をクールダウンさせるような爽やかな香りのボディシャンプーをご自身で調合してそちらをプレゼントさせていただきます。ですがちょっとこのシャンプーの機材がですね、海外のヤングリビングの本社から取り寄せているため限定3名様になってしまいます。なのでこちら先着3名様までのコースとなりますので、ぜひ自分にピンときたなと思った方はお早めのお申し込みをお待ちしています。それではどんなものを使っていくのか見ていきましょう。はい、やはり何といってもレインドロップですね。なので基本のレインドロップのセットが入っています。ただレインドロップってだいたい無臭のキャリアオイルで
お体をほぐしていくんですけども、今回はリラクゼーションマッサージオイルといって、ラベンダーとかベルガモットミントの入っている、こうリラックスして爽やかな香りでお体を手入れしていきたいと思います。でそれだけではありません。こちら日本には売っていないんですけども、こういった、ココナッツオイルを原料とした、こういったクリーム状のもの、これを手足に塗布していきます。それクリーミーで気持ちがいいんですね。あとはやっぱりそうですね、この季節サンダルを履いたりするので、かかと周り気になる人多いんじゃないでしょうか。なのでミントと溶岩の入ったゴツゴツしたスクラブでかかと周りをお手入れします。それからですね、やはりお肌がほてってる方多いと思うので、こちらクララダームスプレー、このオイルで体を保湿しつつ、さらにこちらのラバダームでこの日焼けの後のほてった体をクールダウンしていきます。これも海外の製品ですね。はい。それからお顔のフェイシャルとデコルテは、なんとこちらオプションサービスになっているものを、こちらもセットにさせていただきたいと思います。こちらクールミントのこの CBD オイル、スポイトで3回分満タンをお顔とデコルテ中心に使わせていただきます。でこれだけではないんですね。あのヤングリビングではないんですけども、やっぱりほてった足とかをクールダウンしていきたいですよね。それから結構女性はこの仙骨のあたりがいろいろこう詰まっていることで、生理痛が重くなったり便秘がちになってしまったり、あとはなんか腰が痛くて腰が浮いちゃってよく熟睡できないんだよねなんて人も少なくないんです。なのでこういったガルバニックスパという、まあ、微弱電流のホームスパの機械で仙骨と足をお手入れしていきます。それからスカルプケアをしていきたいと思います。スカルプケアはこちらを使ってこう頭皮をマッサージしていきますね。こちらも微弱電流流していきます。あとお顔ですね、お手入れする際にこういったあのルミスパっていうもので、まずやはりこうお肌が汚れとかがついていると思うので、これをきれいにしていきます。お顔の皮膚の汚れを落とすだけでも結構白くなるんですよね。なのでこういったものを使っていきたいと思います。そしてそれだけではありません。こちらもヤングリビングのアロエなどが入ったジェルベースのバス&シャワーのものなんですけども、こちらボディシャンプーとしてお使いいただけますし、あとはバブルバスとしてお風呂を泡立ててお使いいただくこともできます。でこういったお肌をクールダウンしていくようなオイルを調合していただきたいと思います。そして今回は限定販売しているビシャスレモンという爽やかな香りがあるんですね。レモンにイランイランとかスペアミントとかブレンドしてるんですけども、こちらももうたくさん入れて、さらにこうご自身の好きなオイルをチョイスしていただきたいと思います。そしてもう一つですね、クレイでパックしたいと思います。こちら一番デトックスに効果があると言われているメディカルのグリーンクレイを背中にシップしていきます。まあ、結構そのマイナスイオンと、そして体の中に入っているこうプラスイオンを交換してくれると言われています。まあ、これだけでも結構お肌もクールダウンするし、すごく滑らかになりますね。そしてやはり足湯もクレイを使うとすごく施術中ぐっすり眠れます。なのでこちら30分ほど足湯をしていただきながら、ア
アロマクラフト作ったり、それから背中にいるクレイを調合したり、あと私があの肩のマッサージなどもさせていただきますね。はい、ぜひぜひお楽しみに。というわけで、まあ、今回は全く気をてらわず、ひたすらお体のお手入れをさせていただきます。このコーストータルで210分ほどになりますね。なので3時間半ほどでしょうか。通常のレインドロップは、まあ、2時間くらいですかね。2時間半ぐらいなので、プラス1時間という形になります。で、今回かなりお値段抑えさせていただきました。こちらのコースは本来でしたら2万8000円ぐらいするところを1万6000円で提供させていただきます。ただしシャンプーを3名様までしかご用意できないので、先着3名様までとさせていただきます。だいたいこのコース9月いっぱいで、やっぱりこう暑さも落ち着いてくるので、ちょっと締め切らせていただきたいと思います。はい、ここまでいかがでしたでしょうか。やっぱり夏って暑いですよね。そして意外とクーラーも効いていたりして、お肌も乾燥したりしますので、やっぱり保湿とか、またお肌を湿らせることも非常に重要だと思います。意外と秋になっても日差しが強かったりするので、ぜひこんな時こそ紫外線のケアとか、まあ、やっぱり日焼けっていうのもちょっとした火傷ですので、ぜひお肌をアロマでクールダウンしていきましょう。それでは本日は最後までご覧くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。